and we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. ついに開幕したこのコンペティション、熱戦を勝ち抜くことはできるのか。プライドをかけた戦いの始まりです。この時間は日本対バルセロナ、こちらの一戦をお届けいたします。 Hello everybody and welcome to... 本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本国国歌お聴きいただきます。北澤さん、今日はベベトがピッチに立っていますよ。はい、ボールタッチがとても繊細で想像力にあふれる選手ですよね。そうですよね、パスなのかシュートなのか見ているこちらも予測がつきませんね。彼がボールを持ったら何かしてくれそうな感じですよね。はい、この試合どんなプレーで私たちを魅了してくれるのでしょうか。楽しみです。このゲームは4-5-1のシステムで今日来ているんですが、北澤さん、これはどういうシステムで何を意図するんでしょうか。そうですね、特に中盤のケースですよ ね、 この右左に位置するサイドアタッカーですよね。はい、一つのポイントになりますよね。サイドアタッカーにボールを配球した中でそこからドリブルだったりとか、うん、サイドから攻撃のスタートをしてくるっていう狙いがありますよね。はい、さあこのワントップ結構これは負担になりそうですね。そうですね、やっぱりこのワントップはボールがキープできること、ためをつけられるということが重要になりますよね。はい、もしくはやっぱスピードのある選手ですね。うん、このワントップにスピードのある選手で相手を攻めさせておいてスペースにスピードで攻め込むっていうこのワントップの狙いもあるかもしれませんね。はい、さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。日本対バルセロナ、サイドを紹介します。右側がバルセロナ、対して左のエンドを守るのは日本となります。一人で行くのか、ペドリ、ペドリからレバンドフスキー、フレンキー・デ・ヨング、レバンドフスキー、バルセロナとしては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。抜けてくる、コース空いた、守備陣ゴール前への突破を許してしまいました。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。マルコからベベト、メッシに渡る、シュート、決まった、先制、日本、メッシ自らの力を見せつけるこのゴール、気迫のこもった一点です。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。リエロ・メッシー、リエロ・メッシー、さあ日本貴重な先制点を奪いました。やっぱり先制点を取るとチームに勢いがつきますし、サポーターも盛り上がりますよね。はい、非常に気持ちよくプレーができますよね。ジュール・クンデ、
この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。ここは繋がりません。打っていった。うまいですね。このパスが抜ける。来た、メッシー。ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。やや強引な感じにも見えましたけどね。ああいった攻めでも有効だと思いますね。ジュール組んで洗う方パッと開いた、シュート、決まった、追加点、日本怒涛のゴール、勢いが止まらない。今のゴール奪ってから非常に早かったと思うんですが、いかがでしょう。まあ相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどね。高い位置で奪った勢いのままゴールに向かうといういい形の攻撃でしたね。さあ日本、得点を重ね2対0という展開。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。ボールが上がる、残ってる、おっと上げてくる、いやー追加点、日本連続ゴール、一気に畳みかけます。いやー今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事ですよね。メッシ、今日2点目です。さあ日本、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。縦へのボール、レベト、いいプレッシャーです。ケシエ、ケシエからレバンドフスキー、ティエレマンス、ティエレマンスからメッシー、ケシエからレバンドフスキー、これはいいプレー。ジルこれは届くか、ボールがつながる、抜けてくる、ティーレマンス、チャンス来た、いや追加点、日本立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。ティーレマンス、キレのあるドリブルからのこのゴール、見事でした。いやボックスの中でよくあそこまで冷静に決めましたよね。ドリブルからシュートまでの流れが完璧でしたよね。さあ日本、現在圧倒的な強さを見せています。いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、スルーパス抜けてくる、シュート、追加点、日本メッシー、これでハットトリック達成、実力を見せつけた。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、タイミング素晴らしかったですよね。一瞬の判断だったと思うんですけどもね、お互いの息ぴったりでしたよね。素晴らしいハットトリックです、メッシ。さあ日本、このゲームの主導権を完全に抑えています。
チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。ここはすぐ奪い返します。これは合いません。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。積極果敢な攻めが印象に残ります。日本大きくリードして前半を終えています。相手に得点を与えなかったというところも評価できますよね。内容も悪くないですし、本当に素晴らしいですよね。波乱の前半、誰が予想できたでしょうか。しかしまだ45分あります。引き続き展開を見ていきましょう。日本対バルセロナ、日本が大量リードで折り返します。さあ後半、フランク・ケシエ、フェデリコ・ディマルコ、自分で行く。このボールには合いません。大きなクリアでここはしのぎます。ケシエから左サイド、ジルー、ディマルコへ。お、いい形ですよ。クロスを選択、トス触る、ミドル、テアシュテーゲン、フレンキー・デヨングと、ボールは絶好の位置、ペドリ、ケシエへ、来たか、ベベト、積極的な守備を見せます。あ、これファール、取らないですか、レフリー。これを奪います。ここでファールがありました。ペドリ、ジュール組んで、ハフィーニャへ、ケシエ、早いですね、プレスが。ここでファールがありました。レフリーの注意が入ります。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。メッシ、先ほどから北澤さん、しっかりチェックされていますね。そうですね、相手はチーム全体でブロックを組んだマークの仕方をしてますよね。選手間のマークの受け渡しは味方投手の意思として成り立っているので、相手としては頻繁に受け渡しをさせるように動き回るのが効果的ですよね。結構このブロック同士の境目は曖昧ですから、積極的にトライ&エラーを繰り返していけば、いつか相手はミスをしますからね。さあ受けるか、ベベと暗転してのシュートでした。ガビ、このセカンドボールはここはつながりません。シュート、うわ、もう一度来た、防ぐ、決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。 Substitutions taking place. 日本としては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。左にそれます。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。メッシ、今日はキャプテンマークを巻いています。ここは守備の対応、ここはファールを取られます。イエローカードです。無駄なファールにも見えましたけどもね、注意してほしいですね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。
ジルー今日の試合でアシストを記録しています。マクトミネスペースを狙う、このボールをカットします。これは合いません。ベベトからメッシ、スルーパスを狙う、ここで受けてディマルコからの折り返し、フレンキー・デヨング、バルセロナカウンターを仕掛けます。ディマルコ上がっていく、左サイド起きましたよ、抜けてくる、中への折り返し、ペドリからレバンドフスキー、ディエレマンス、さあここでカウンター、裏へのスルーパス、さあベベト抜けてくる、シュート、ボールは右にそれていきます。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。バルセロナは相手カウンターをしのぎましたが、気をつけたい場面でしたね。あの形からのフィニッシュは一点ものですよね。シュートミスをしてくれて助かりましたね。ちょっと集中力が足りないかなと思いますね。うまいですね。ラフィーニャからブスケッツ、メッシー、すでにハットトリック。さあ4点目はあるのでしょうか。自分で行く、シュート、ボールは右にそれていきます。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。バルセロナが最後の交代枠を使います。彼はドリブルが速いですからね。チームは彼のスピードを生かしたスタイルに切り替える必要があるでしょうね。セルジー・ロベルト、ペドリ、手元の時計3分を切っている状況。いい守備です。メッシー裏のスペースを狙う、ベベト、さあ来た、ボール向かってきますよ、シュート、おー、今度はどうだ、来た、追加点、日本容赦ない一発。メッシ、ここはいい位置に詰めていました。こういうゴールを決めるにはやっぱり次のプレーに遅くとかポジショニングが重要になってきますよね。まさにゴールへの嗅覚が生んだ1点でしたね。メッシ、これで今日4本目です。デヨングからレバンドフスキー、レバンドフスキー、これは来た、レバンドフスキー、これはよく止めました。抜かせません。アディショナルタイムは4分あります。思ったよりありましたね。フェデリコ・ディマルコ、ディマルコからメッシ、抜けてくる、オフサイドです。ここで笛です。6対0、素晴らしい勝利で見事突破を確定。これはサポーターも嬉しいでしょう。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。日本としてはなかなかプレッシャーのかかる試合だったと思うんですけどもね、その中でも勝てたっていうのは選手たちは今後の自信にもつながりますよね。いいゲームでしたね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。日本がこのゲームで目標達成です。Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you.